どうもこんにちは、フルートの神田裕也です。今日はですね、皆さんが吹奏楽部に入ってフルートパートに決まった、そしてその後自分のパートナーであるマイフルートを探すにはどうすればいいかということを語っていきたいと思います。ということでやってきました、管楽器専門店セントラル楽器さんです。いろいろと質問させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでお店の中に来ました。ずらりとフルート並んでますね。フルートを始めるにあたって一体どういう楽器を選べばいいのか、具体的に聞いていきたいと思います。ある人は学校の備品を使い、またある人は新品を買うという選択になるでしょうが、それぞれに向けたアドバイスをお伝えしたいと思います。まず学校の備品を使う方なんですけれども、大体私もいろんな学校に出入りしましたけども、中学校、高校、学校の楽器で多いのは大体ヤマハの211か311ですね。これらの楽器は非常によくできてますので、そのまま使ってコンクールでもコンサートでもバッチリ鳴ってくれます。ですけど気をつけなければいけないのが調整です。調整というのはですね、こうフルートをご覧になると分かると思うんですけども、この間の穴を塞ぐところに使われているのはフェルトが使われているんですね。そして同様に見えませんが、ここにもコルクが使われていたりするんです。ですのでこのフェルトが消耗しているとどうやっても音が出ない状態になってですね、この音が出ない状態で楽器を練習し続けると悪い癖がついたり、また自分が下手なんじゃないだろうかっていう良くない方の精神状況になってしまいますので、これはきちっと調整っていうのをやってほしいんです。じゃあ学校の楽器を持ってですね、実際楽器屋さんに持ってきたら費用ですとか期間みたいなのどれぐらいかかるんでしょうか？はい、大体その程度にもよりますので、パッドの状態とかですね、交換しなければいけない、そういうのも含めるともう本当にちょっと値段幅があるんですけれども、大体ですね学校備品というのはあんまりいい状態じゃないので、バランス調整見ていただくだけで大体6,000〜7,000円ですね。で大体そのぐらいはかかる、それ以上かなというふうに考えていただければ大丈夫かと思います。で期間なんですけど、大体1週間は見ていただければ大抵のほんのちょっとした内容だったらその場でお直しができるんですけれども、学校ビーだとかなり満をしている部分が多いので、ちょっと1週間は見せていただければなと思います。それはどこの楽器店さんでもそうかなとは思いますので、もちろんそれ以上お値段がかかる場合もございますので、まずは楽器屋さんに行ってもらってですね、状態を見てもらってお見積もりをもらうというのは一番いいかなと思います。まあ数千っていうとなかなか学生さんのお小遣いとしては厳しいものがありますから、ぜひ部費とかお父さんお母さんにお願いしてお金出していただければと思うんですけれども、とにかく最初が肝心ですから、今後3年間ずっと楽器を弾き続けると思ったら最初のうちに調整を絶対にしなければいけません。よく言われるんですけれども、先生僕の楽器ボロいんです。楽器に古い新しいっていうのは関係ないです。消耗品は新しくなくてはいけないんですけれども、例えば100年前のフランスの楽器でも今現役でバリバリで使えますから、古い新しいというのは楽器には関係ないと思っておいてください。新品の楽器を買う方なんですけれども、やはりメリットとしては先ほど言った調整がしっかりしていること。高い買い物ですから、これは高いものを親にねだって買ってしまったっていうその気持ちから、今後一生懸命練習するぞという覚悟が手に入るわけですね。練習する上で最も重要なことです。なんか学校ごとに指定のメーカーとかモデルがあるって聞いたんですけど、そういうのよくあるんでしょうか？そうですね、結構学校さんで、コンクールの常連校さんとかですね、上位校さんは、音色を合わせるとかそういう意味合いだと思うんですけれども、割と機種を合わせてメーカーを合わせてっていう、学校さんは多いかなとは思いますね。楽器はメーカーごとに全部音色もスケールも違いますので、それを統一することによって合いやすいっていうのはあると思います。ですがやっぱり一人一人がきちんとテクニックを持って耳で聴けるようになったら関係ありませんので、特別こだわる必要はないんですけれども、やっぱり吹奏楽はみんなで作るハーモニーですから、周りのみんなの中に自分だけ違う楽器っていうよりはやっぱりみんなで揃えるのも一つの手だと思います。楽器をですね1円でも安く買おうとすると、やっぱネット通販っていうのは安いの出てくるんですけども、楽器っていうのはですね実際に自分で手に取って演奏してみないと良さっていうのは分かりませんので、後々のことを考えたら店舗で購入した方がいいですね。やっぱり試奏すると全然違うんですよね。録音とか CD だと入らない音っていうのも実際にこう空気で感じることによって音色の違いや表現力を感じることができるんです。お店だと全く自分のチェックしてなかった楽器やワンランク上の楽器、またワンランク下の楽器などを順番に試すことができるので、お店で実際試すのをおすすめします。じゃあ購入する場合はどれを選べばいいのということになりますけども、こう見て全く違いは分かりません。でですね、プロとして言わせていただくと、やっぱりスペックっていうのは値段に現れてきます。安い楽器はそれほど深く表現できませんが、値段が高くなればなるほど奥行きのある音色を出すことができます。ただ高いと言いましても、ゴールドの楽器、金の楽器ですね、これなんかは本当にプロフェッショナルな特殊な使い道ですし、100万円以上のハンドメイドっていうのも吹奏楽部を始めた方にとっては持て余すスペックかと思います。今回ですね、あくまでスペックで語らせていただくんですけれども、これだけモデルを並べていただいたんで、一つ一つ吹き比べをしたいんですけれども、私はしません。なぜかというとですね、私はプロとして楽器を試すには現場で試さなければいけないからです。2000人3000人入れるホールで実際に仲間と一緒にオーケストラで合奏した時に楽器の違いっていうのは現れるんですね。ですからこのぐらいの狭い部屋で1人で吹いても、この楽器の違いっていうのは、またメーカーの違いっていうのは全然出てこないんですね。ですが皆さんはお店から楽器を借りて、今日は部活でこの楽器を試してみたいっていうふうにできるわけではありませんので、この場で吹いて気に入ったものを買う、そしてそれを信じて使い続けるというのが正しい判断かと思います。基本的には日本製の楽器はどれも技術力が高いので外れっていうのはありません。なので大事に練習を毎日する、これが一番大事です。セントラル楽器さんのカタログをちょっと貸していただきました。フルートのスペックを、文字で書いたらこうなります。上から双銀性、環帯銀性、頭部間銀性、陽白性となります。陽白というのは陽銀と同じことですね。はい、こちらがセントラル楽器さんの具体的な売ってるモデルのリストです。国内主要メーカーの大体の取り扱いしている楽器はこんな感じになっております。ちょっと値段は伏せてるんですけども、各メーカーごとに上から下順に、安い楽器か高い楽器となっております。各メーカーごとに個性というのはあるんですけれども、やはり自分で実際に試してみるのをおすすめします。スペックごとに楽器を並べていただきました。こちらが陽銀、こちらは頭部間銀、こちらは環帯銀、そしてこちらが双銀ですね。見た目全く一緒なんですよね。なので一体どれを選べばいいんでしょうか。材質ってのはですね、銀と陽銀がありまして、陽銀ってのは銀よりも軽いです。で、軽い分すぐ鳴ってくれるんですけれども、逆に奥行きも非常に狭くなってしまいます。これが全部陽銀のフルートですね。こちら、頭部間だけ銀。頭部間というのはこの先のこのパーツのとこです。こちらが銀、そして残りは全部陽銀でできているというタイプです。こちらもある程度のパワーマイナーは耐えられますけれども、それ以上の表現をしようとすると、ちょっと限界がありますね。お次は環帯銀のタイプです。こちらは先ほど言ったこの頭部間部分が銀で、そしてこちらの胴体のパイプですね。パイプが銀でできておりまして、この残りのキーが全部陽銀になっています。ここまで来ると、もう十分演奏に耐えうる表現力を持っています。こちらは双銀ですね。もうすべてのパーツが銀でできています。もうこの楽器はプロ仕様と言っても間違いないです。買ったら100年、200年使えますから、文字通り死ぬまで使えます。どれを買ったらいいの？どれを買ったらいいのか。ご予算ですね、やっぱり。ご予算大体どのくらいの幅ですかね。やっぱ高い買い物ですからね。そうですね。はい、お聞かせいただいて、その中からいろいろなメーカーあればお出ししますので、実際手に取って見ていただいて、もちろん吹いていただいてですね、納得した上でご購入いただければと思います。はい、というわけでマイフルートの探し方お送りしてきました。何か参考になることはありましたか？皆さんも素敵なフルートに出会って、最高の吹奏楽体験をしてください。ありがとうございました。